はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、ラファエルさんが YouTube っていうビジネスモデルはそのうち終わるって言ってましたが、ニキア先生はどう思いますかっていうご質問なんですけど、まあそうですね、確かにこの間ラファエルさん、まあ、広告収入がですね、いい時の10分の1ぐらいになっちゃったっておっしゃってるんですよね。で、ラファエルさんがおっしゃるには、まあ、ほとんどの YouTuber がやっぱりこのようにもう苦戦してると、広告収入がまあ落ちちゃってるとっていうのは、広告費のパイっていうのはまあ決まってるわけですよね。ある程度まあ上下はするんですけど決まってて、で視聴者さんもですね、まあ、増えてるんですけれど、まあ、それ以上に YouTuber が増えてるんですよね。なのでまあ、ラファエルさんもね、年齢的なものもあるので、まあ、ずっと YouTuber をやっていくわけにはいかないみたいな話をしてたんですよ。なので YouTube っていうものは残るんだけれど、まあ、YouTuber は厳しくなってますよと、まあ、どん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 増えてるんですよね、 YouTuber が。まあ、やっぱりコロナの時期にですね、大量に YouTuber って増えましたよね。まず芸能人の人がですね、テレビの仕事とか営業の仕事とかがなくなっちゃったから、もう YouTube で稼ぐしかないと。あとそれプラス、まあ一般の方とかもね、YouTube にどんどんそれに乗じてね、参入してきたりとか、あとは、まあその経済学者の方とか、いろいろその筋トレ系の人とか、まあ、副業で YouTuber を始めるっていう人もすごい増えたんですよね。なので昔って YouTube って、結構楽に稼げてたと思うんですよ。まあ僕も結構古参で、僕は8年ぐらい前からやってるのかな。まあ僕は副業でやってるっていう感じで、専業ではないんですけど。で、ラファエルさんも、まあ他にいろいろ仕事してるっておっしゃってるんで、専業じゃないと思うんですけど、結構その昔からね、YouTube 真剣にやってた方なんですよね。で、ラファエルさんね、結構僕昔から好きで、昔から見てるんですけど、一応チャンネル登録はしてるんですけど、確かに最近ラファエルさんの動画ね、あんまり自分から見ようとしなくなっちゃいましたよね。で、これなんでかっていうと、ラファエルさんってその過激路線じゃないですか。あと下ネタ系とか炎上系とかでやっていくわけなんですけど、まあ最初のうちはですね、本当に昔の YouTube の初期の頃って編集もすごい少ないし、そのあんまりその人ですね、スタッフとかあんまりいなかったのかな。今はスタッフいると思うんだけど、編集スタッフとか撮影スタッフとかあんまりいない状態でですね、本当に簡素な動画だったんだけど、結構それでも再生回数いってたんですよね。で、過激系の動画を上げるっていうことはですね、やっぱり過激な面白いことをやって、まあ、結局テレビではやれないような過激なこと、テレビだとコンプライアンスでできないようなことを YouTube だとできるから、それでやって、で視聴者が面白がって、で再生回数いくわけじゃないですか。でも過激系って本当に大変だと思うんですよ。っていうのは、例えば過激系で毎日動画上げてるとですね、視聴者さんはですね、過激に見慣れちゃうんですね。そうするとずっと同じレベルの過激なことをやっててもつまんなくなっちゃうんで、再生回数落ちるんですよ。なので再生回数をまた上げるためには、もっと過激なことをやらないといけないんですね。まあ、例えばその車を爆発させるとかね、まあ、実際に爆発させたことあるか分かんないんだけど、まあ、そうなるとですね、やっぱりお金もかかるわけじゃないですか。で、スタッフもいるわけだし、編集もどんどんね、凝ったものにしないといけないわけなので、どん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 過激なことでもう頭打ちになっちゃうんですよね。まあ、そこがね、やっぱりあの路線ではね、厳しいんじゃないかなって思うんですよね。なので他の YouTuber とか見ても、過激路線でずっとやってきた人っていうのは結構辛いですよね。で、 YouTube のコンプライアンス自体もどん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 厳しくなってきて、昔だったらこれぐらいやれたのにっていうことが、もうそれやっちゃうと今だとバンになっちゃうってことあるんですよ。暴力的なこととか迷惑系とかですね。うん、なので、で結構昔は本当に簡単に稼げてた人っていっぱいいるんですよ。例えばヘズマリュウとか遠藤とか、遠藤チャンネルの、昔はこれやれたのに、もう今はこういうことでやれなくなっちゃいましたよと。で、ガーシーだってそうですよね。ガーシーは比較的新しいんだけど、炎上系で暴露系でやってたんだけど、やっぱりちょっと過激で暴力的な発言とか多かったから、まあ、バンされて追放されてしまったわけなんですよね。なので過激系でやるのはきついですよね。まあ、禁断ボーイズとかあの辺の人もね、
そうですよね。やっぱり過激系だとどん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 ハードになっていくんで、で、まあ、YouTube の視聴者自体ですね、確かに若い人たちはもう最近はね、TikTok に流れちゃってるっていうのはありますね。10代、20代の男女、若者はやっぱりタイパ重視なんですよね。タイムパフォーマンス重視なので、もうテンポが良くてサク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 動画が流れるやつじゃないと、もうなんかイライラするようになっちゃってるんですよ。僕ら40代とか、まあ、30代、40代、50代だったら、やっぱりテレビで育ってきた世代なので、まあ比較的長い動画でも見ることができるんですよ。10分とか20分とかでも。だけどやっぱり10代20代の若者、もう彼らはね、もうそもそもテレビ持ってない、一人暮らしの人はね、家にテレビがないっていう人多いから、もうスマホがほとんどもうツールなんですよね。なのでもう TikTok でサク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 いかないとダメって感じなんで、まあ若者の YouTube 離れっていうのは確かにあるんですよ。でちなみに僕のチャンネルの視聴者は男女別だとだいたい6対4で男性が多いんですね。まあ、僕本来その美容系のチャンネルなんで、そもそも本当は女性の方が多くないといけないし、昔美容ばっかりやってた時はもう女性がですね7割とか8割とかだったんですけど、今完全に逆転してですね男性の方が多くて、で年齢層だと30代40代が一番多いんです。だから今の僕のチャンネルは30代40代の男性がメイン層になってしまいましたね。はい。で、40代で、あと50代、60代の方も見てくださってるし、あとまあ10代、20代の方もまあそれなりにいるんだけど、やっぱりね、メイン層は30代、40代で、まあ、男性の方が多いっていう感じになっちゃったんで、やっぱり若者はね、YouTube 離れしてるっていうのがあるんですけど、でもね、YouTube もね、最近倍速で見るっていうのをみんな慣れてきてるんで、僕の動画はね、まあ、1.5 倍速でね十分見れるしね、もう場合によっては 1.75 とか2倍でも見れるんで、タイパ重視の人はね、僕の動画ね、特にただ喋ってるだけのね、ラジオ感覚の動画なんかは、こういう動画なんかはもう本当に倍速でもう遠慮なく見てください。ただその面白系の動画はね、まあ、できればね通常の速度でね見てくれた方が面白いっていうのはあるかもわかんないんですけど、でも全然倍速でもね見てくださって構いませんのでね。なのでもう最近も芸能人自体もね本当に YouTuber 厳しくなってて、まあ、宮迫さんとか手越くんとかね、かなり厳しいですよね。手越くんなんて始めた時なんかあっという間に100万人さ登録者いって、でも今だとね本当に再生数伸びなくなっちゃいましたもんね。だから飽きるの早いんですよ。もうテレビよりも YouTube の方がねもう現実的で厳しいですよ。テレビって誰が人気があるかとかはっきりわかんないんだけど、テレビだと YouTube だとね、もう個人個人でチャンネルやって登録者の数とか再生回数とかもろ出るので、本当に人気があるのか人気がないのかって、面白いのかどうかっていうのが分かっちゃうんですよね。カジサックさんとかでも最近ちょっと落ちてきてるんで、で、まあ、ヒカキンさんとかはじめ社長さんも、多分はじめさんなんかはね初期に比べるとやっぱり再生回数は落ちてますよね。チャンネル登録者は増えてくんだけれど、まあ、僕なんかもそうなんだけど、チャンネル登録者は増えてくんだけど再生回数はあんまり変わらなかったり下がったりっていうのはあるわけで、結局チャンネル登録者って最初面白いと思ってチャンネル登録して、でつまんないと思ったら解除する人もいるんだけど、そのまま解除しないで登録しっぱなしっていう人もいるんで、なので僕もチャンネル登録は48万人いても動画によっては本当に1万2万とかそういうのがよくあるんで、まあそんなもんかなっていうのはあるし、なのでね昔はね本当 YouTube 良かったですよね。昔なんか本当にそのヒカキンさんにしてもはじめさんにしてもさ、メントスコーラやるだけでさ再生回数ドーンといったじゃないですか。もう今なんかもう誰もメントスコーラやんないでしょ。もうヒカキンさんの初期のさ動画見ても本当のクオリティねそんな高くないですから、今僕がちょっと再生編集してやってる程度の動画を初期の頃編集してやってたって感じで、だから僕10年前に YouTube 始めてたらヒカキンに慣れてたんじゃないかなって思うんですけど、ただもう今ヒカキンさんもレベルだいぶ高いですけどね、編集もみっちりやってるんでね。はい。でね、コムドットとかイケメンも増えたし、でやっぱりね YouTube ね強いのはね教育系ですね。教育系、教養系、あと時事ネタとか
あとメンタル系、あとお医者さんも本当 YouTube あの始める人ね多くなりましたんでね。なので、まあ、歴史とか近代史、現代史、古代史とかサイエンス系とか、まあ、そういうのってそのいつの時代いつ見ても面白いっていう動画になるんで、一回その動画をポンと作っておくと、その1年後でも2年後でも、まあ、場合によっては5年後とかでも再生回数結構回るんで、だからいつ見ても面白い教養系の動画ってもう資産になるんですよ。一回それやっとくと、あの何年経っても再生回数回って収益が入ってくるんで、だから僕もね、あの時事ネタもやるし面白系もやるし教養系もやるので、教養系の動画って結構ね時間が経って何年か経った後でも結構回ってね収益が入ってくるんで、やっぱり教養系はね強いですよ。その経済だったら高橋洋一先生とか常念司さんとかね、もう本当に強いなって思うし、あとあの方あのオリラジの中田あっちゃんとかね、あの里舞とか、あの本当に武田恒康先生とかね、まあ時事ネタもあるんだけど、時事ネタっていうのは喋った時はポンと上がるんだけど、もう何年かした後はそんな上がらないっていうのはありますんでね。なので、まあ、PDR さんとか、あと柴田さんとか過激系とか時事ネタ系の人もやっぱり下がってきてますよね。やっぱり同じようなことをね始める人すごい増えてきましたんで、あとまあ筋トレ系もね本当今飽和状態ですよね。本当にいろんな人がね、ボディービルダーの方、フィジーカーの方とかいろんな方がね筋トレ系の動画始めるんで、筋トレ系もだいたい一通りさ筋トレのやり方とかフォームのやり方とか喋っちゃうともうやることなくなっちゃうから、もうネタに走るしかないんですよね。なんたら対決とか、あの誰々聞けとか、誰々を救いたいとかになっちゃう、あるいはアンチステレオネタとかね、山崎京介さんとか米さんとかね、昔いたあの六条筋トレ高さんとか昔面白かったんでまた復活してくれればいいんじゃないかなって思うのと、あとはね、あの最近は、ね、切り抜きがめちゃくちゃ強いですよね。ひろゆきさんとかね、岡田斗司夫さんとか、あのいろんな、あと堀江さんとかね、あと七点とかね、あと大悟さんも最近本当あんまり伸びないですもんね。切り抜きもあるし、あとメンタル系とかもいっぱい出してるんだけど、あんま YouTube 伸びないですからね。そのあっちの D ラボの方は どうなってるかわかんないですけど、まあ、ということでね、 YouTube 界っていうのはですね確かに厳しくなってるんだけど、生き残ってる人は生き残ってるし、 YouTube の視聴者さんも別にそんな減ってないですね。若者は多少あの YouTube 離れしてるけど、最近はもう僕の視聴者さん本当に50代60代の方もね結構見てくださる方多くて、その年齢層もね結構広くなってきてるんで、 YouTube 自体はね全然まだオワコンじゃないと思いますんで、まあ僕自身、まあ、副業であの趣味感覚でねやらさせてもらってるっていうのもあって、まあこんな本当に副業趣味感覚でやってる YouTube でねあの支持していただいてね、チャンネル登録していただいて見ていただいて本当にありがたいと思ってますんでね、今後ともよろしくお願いします。でちなみに僕ってさ本当にいろんなジャンルやってるじゃないですか。時事ネタ、メンタル系、あの秋田犬とか、あと本業の美容整形とか、食レポもやるし筋トレ系もやるし健康系もやるし、本当は僕みたいなこの一つのチャンネルでいろいろやるのってめちゃくちゃあれですよ、非合理的なので、これ真似しない方がいいですからね。僕半分趣味でやってるから一つのチャンネルでいろんなことごっちゃでやるんだけど、本当はねこのやり方良くないんで、これからね YouTube やりたいと思ってる人はね僕の真似はしない方がいいんですよ。これなんでいけないかっていうと、いろんなネタじゃないですか。だけどそれぞれのネタにそれぞれの視聴者ってばらけちゃってるんですよね。筋トレ系は筋トレの好きな人、メンタル系はメンタル系の好きな人っていうのがいるんだけれど、そうすると一つ一つの動画の再生回数がですねそんなにいかなかったりとかあのすることだってあるわけですよね。そのターゲットが狭いと、そうすると再生回数が少ない動画を出すと次のそのインプレッション
が少なくなっちゃうんですよ。そのおすすめに出にくくなっちゃうんですよね。そのおすすめに出て、その時にクリック率が高いと次からもおすすめにたくさん出るようになるんだけれど、おすすめにせっかく出したのにクリックされないってなると、このチャンネルは人気ないって判断されて、次からおすすめに出にくくなるので、なので本当はね、ジャンルを絞った方がいいんです。そうすると筋トレ系だけ出すっていう動画にすると、筋トレ好きな人がずっと見てくれて、で筋トレ好きな人のおすすめにその動画が出て、でクリック率が上がると、毎回毎回その筋トレ好きな人のところにおすすめにバーッと出てくるようになるんで、僕のねやり方はね、本当これ間違ってますんで、本当は僕もねチャンネル分けた方がいいってね、本当はよく言われるんですけど、ただ単にその面倒くさいとか、あと趣味感覚でやってるし、好きなのだけ見てくださいっていう感覚でやってるんで、本当は僕のやり方ね間違ってますんで、はい、ということでございます。なので、まあ今ね、小学生とかでもなりたい職業で YouTuber っていう子いると思うんだけど、もうね専業で YouTuber 目指すのはね、もうやめた方がいいですね。本当今から参入するの厳しいので、どうしても YouTube やりたかったら、何かね手に職つけて、で副業でね自分の得意分野の動画出していくっていうスタイルの方がね、僕みたいなやり方の方が絶対おすすめなので、ということでございます。はい、長々と僕の感想をお話ししてしまいました。ご視聴ありがとうございました。